辻尾スタジオの微風ゾーン。辻尾スタジオの微風ゾーンです。今週はちょっと訳あって、部屋を、黄色と青にライトアップしてるんですけど、まあ、どんな状況やねんという話ではあるんですが、そのままなんかこの黄色とねこの青の組み合わせってなんか綺麗やなと思って、このまま微風ゾーンもちょっと、いつもと違う感じで撮ってみてます。で今週もちょっと外に撮影することができなくて、なので、ちょっと家で自分の持っているあのぬいぐるみの、話を、実際にそのぬいぐるみを、お見せしながら、しようかなと思うので、お付き合いください。そしたら紹介していこうと思うんですけど、このレコードプレイヤーの上に乗っけて、くるくる回しながら、ちょっとどこで出会ったのかとか、そういう話をしようと思います。キース・ジャレットのレコード、まさかぬいぐるみを乗せられて回るとは思ってないと思うんですけどね。まず1個目がこれ、どうも、わぁ、待って、一回これ止めないと無理か。いいね、かわいいです。はい、おお、この、動物はオコジョですね。で長野県の大賀島ホテルっていうホテルがあるんですけど、そこで出会いました。でそこオコジョが見れるっていう触れ込みだったんですけど、めちゃくちゃ天気が悪くて、1日目2日目全然その景色とか動物とか触れ合うことできなかったんですけど、最終日だけすごい晴れて、で、山の上にあるホテルなんですけど、大自然がバーッと見れて、ギリギリ間に合ってよかったなという、そういう思い出があります。これこうよくできてると思いませんか。あのこんなに回してもちゃんとこう自立するっていうビルドクオリティ、あと顔のねちょっともう止まってもらうけど、この顔の止まらへんな、顔のこの可愛さ、なんかちょっとこう生意気そうな、賢そうな顔が気に入ってますね。で続いてで、2つ目、これ多分カバーですよね。カバーのぬいぐるみで、でどこやったかな、ドイツかウィーンかなんかそれの博物館で、エジプトの、めっちゃ救急車鳴るやん、救急車がすごい、エジプトの、昔の副葬品っていうんですかね、お墓の中に入ってるそういうのの一つに、このカバのやつがあって、でそれのぬいぐるみということで、実物よりちょっと手足がすごい長くて、より可愛いかなと思います。で刺繍が施されてて、なんかちょっと刺繍っていうのかな、刺繍なんこれ、刺繍やね、うん、刺繍で、模様が施されてて非常によくできてるなと思いますね。かわいい顔がね、この目つきとかすごい気に入ってます。で次がちょっとね、大きすぎてターンテーブル回せないんですけど、この
エッサーパンダくん、エッサーパンダくんなんですが、こんな感じかしら。うん、王子動物園っていう神戸に動物園があるんですけど、そのそこで買いました。すごいね、この尻尾のところがお気に入りです。以上で、今日ね、新入りが到着しまして、グループ、元グループ伊能の今井さんが、リリースを記念してぬいぐるみを出したんですよね。でクラウドファンディングで、ゲットできたんですけど、それがこちらです。ジョアン、めっちゃ可愛すぎませんかね。今日のこの黄色と青のライトアップにもすごい合ってて、ちょっと別格という感じがしますね。なかなかこういうちょっと未知の生き物のぬいぐるみってそうないので、かなり興奮しています。宝物になりました。回してみますか。このね、背中のこの突起とかもめちゃ可愛いですね。これでもレコードこれ早すぎるな。こんな早いんやね。ちょっとなんか落ち着いてぬいぐるみのディティールを見るっていう感じではないんですけど、また仲間が増えて、日々が充実するのかなという、そんな感じがしてます。じゃあ今日は、ぬいぐるみの紹介をつらつらとしました。またなんか皆さんのぬいぐるみ見せてほしいですね。 SNS とかにどんどんアップしてくれたら嬉しいです。最後これピン倒そうか。じゃあさようなら。めっちゃかわいい。